芸能人検索っていうふうに出るんですね。なので AKB48 の、はい、検索ページですね。まずは AKB48 も出るんですか。はい、あ、すごいすごい。検索するとこう出てきまして、ありますこちらが、まずは、何これ、え、話題度グラフとかもあるんですね。わー、なんかちょっと怖いな、これ。ずっと下にスクロールいくと、すごい、あ、すっごい、あ、過去のも、細かい、おー、 AKB48 が2作連続首位、女性アーティスト初動売上30万枚突破、宇多田以来という、こういうニュースが出てくるようにすごい細かいことも全部書いてあるんですね。こちらがこちらで、はい、リアルタイムに表示されたりですね、この右側がですね、関連ツイートとファンの方がいろんなつぶやきというものを、されているものが リアルタイムで更新されていきます。で、ここに、気になるところですよね、石川遼選手ですね、はい、そうですね、検索していただいていいですか。はい、検索、あ、すごい、出ました。で、これですね、まだ写真の方がちょっと、はい、反映されてないんですけども、なるほど、こうやってスポーツ選手なんかも、のヒストリーも全部検索をできるというふうになっています。やっぱり石川遼選手は同世代というか、私とかは同い年なんですよ。そうなのね。なのでこれだけのこうなんですかね、こうすごい優勝とかそういうのはすごい、私たち的にもなんていうんですか、誇りというかすごい嬉しいことですね。この58ラウンドというスコアを出した後は、ぜひコンサート見に行きたいって言って、はい、おっしゃってましたよ。嬉しいですね。嬉しいですね。びっくりしました。ぜひ見に来てほしいなと思います。もしですよ、りょうくんとデートできたとします。デートできたってどこへ行きたいですか？どうだろう。まだ贅沢に打ちっぱなしとかで。それ教えてくれるよね。一番ちょっといい、すごいね、うん、すごい、贅沢ディズニーランドとかって言うのかと思ったら、一番いいね、皆さん一番教えてもらいたい、やってみたいです。